私たちの心臓ってどこにあるんだろう。何マリサ、どうしたの？私たちって頭だけあって、胴体はどこにもない。どうやって私たちは生きてるの？マリサ、落ち着いて。それ以上はあまり考えない方が。自分が怖い。どうして霊夢はそんなに冷静なの？私たちは頭しかないのよ。そう言われても、私は随分前からこの体で生きていこうと割り切ったわよ。そう、私も割り切るしかないのか。自分を受け入れなさい、マリサ。受け入れるってどうすれば？自分の心に言い聞かせるのよ。私はもう自分の体のことでは悩まないって。私はもう体のことで悩まない。そうよ、私はもう悩まない。そう、私はもう。どう？は、は、は。無理だ霊夢。どうしても考えてしまう。なんでこの体で無事なのかを。じゃあもう諦めなさい。今霊夢から手が出なかったか。気のせいよ。気のせいならなんでこんなにフラフラ。嘘。マリサが倒れちゃったよ。あ、ここにちょうどバケツいっぱいの水があるわ。はーく。あれ、なんで私こんなびちょびちょに。よかった、正気に戻ったみたいだねマリサ。マリサが急に倒れたからびっくりしちゃったよ。え、私倒れてたのか。霊夢が助けてくれたのか。そうよ。ここにある水ぶっかけてね。だからこんなに濡れてるのか。とりあえずありがとう霊夢よ。マリサ倒れる前に私と話した内容を覚えてる？いや、全く覚えてない。けれどなんでだろうな。クラゲの話がしたい気分だぜ。クラゲ、なんで？私にもわからないが、とりあえず話していいか。どうぞよろしく。では今日はクラゲについて解説していこうと思います。早速だが霊夢、クラゲの特徴といえばなんだ？クラゲの特徴、海にぷかぷか浮かんでいて、ゼリーみたいな感触してそう。それよりもっと特徴的なポイントがある。クラゲには、心臓や脳がないんだ。あ、なるほどね。だから解説したかったのか。何のことだ。いや、何でもないよ。クラゲは脳や心臓がない代わりに、体のあちこちに神経が張り巡らされていて、まるで考えて動いてるかのように見せることができるんだぜ。ただぷかぷか浮かんでるようにしか見えないんだけど、また、触手に触れたものを食べ物だ、と認識して捕食するんだ。クラゲの頭が傘のようになっているだろう。傘の内側についてる刺胞という毒針を獲物に突き刺して、いただきますするわけだな。まさに、直感で動く生き物と呼んでいいだろう。触れたものは皆食べ物よ、精神ね。ちなみにこの触手についてる針で、人間を刺すこともあるから霊夢も海水浴するときには気をつけるんだぜ。万が一刺されたらどうなっちゃうの？種類によって毒の強さは違うが、基本的に人体に対して大した影響はない。アンドンクラゲを除いてな。アンドンクラゲってのはヤバいの？アンドンクラゲは別名、電気クラゲ、と呼ばれ、毎年夏のお盆過ぎに現れる。アンドンクラゲの毒針に刺されると、電気が走ったような痛みに加え、刺された箇所は赤く腫れ上がるだろう。実際に体に電気が走るとどういう感覚なのかしら？とにかく見かけても、無駄にやたらに触らないことだな。ラジャー。あと少し汚い話をするが、クラゲは肛門がないから食べ物を取り込む場所と排出する場所が同じなんだぜ。入り口と出口が一緒なんて、迷宮みたいね。さらに、クラゲには血管がない。水管、という代わりのもので、栄養や酸素を巡回させているんだぜ。でも、クラゲには心臓がないんでしょ？パイプがあっても巡回できないんじゃないの？それは心配いらないんだぜ。さっきも出てきた、傘の部分、が泳ぐ時に開閉することで、身体の全体に栄養や酸素を巡らせているからな。生きるための体の構造としては申し分ないわけね。一つ疑問なんだけど、こんな不思議な特徴を持つクラゲって一体何者なの？クラゲはプランクトンだ。プランクトン、それってミジンコとかの小さい生物のことじゃないの？プランクトンが全員小さいわけじゃないぞ。プランクトンは、水中を漂って生活する生物のことを言うんだぜ。だから、クラゲも立派なプランクトンなんだぜ。プランクトンなら、寿命はそんなに長くなさそうだな。その通り。クラゲは最長でも2年ぐらいしか生きられないんだぜ。そんなに短いの？だが唯一例外なクラゲもいる。それが、ベニクラゲ、だ。珍しく、赤いクラゲね。5年くらいは生きれるとか。いや、不老不死だから永遠に生きる。不老不死。一人だけチート使ってんじゃん。クラゲはそもそも水中を漂いながら生きて、寿命が来ると水に溶けて死んでしまう。だがベニクラゲは、寿命の終わりを感じると体を団子のような形に変化させ、数日間でポリプ、という子供の姿に変わり、さらに3ヶ月ほど経った後、元の姿へと戻るんだ。どういうメカニズムなのそれ？まだ解明されていないから、私にもわからないが、クラゲと人間が持つ遺伝子の構造がほぼ似ているから、人間の寿命を伸ばすヒントがあるのではないかと、研究が進められているんだ。これは早く解明してもらって、私たちの寿命を伸ばしてほしいわね。私たちの寿命ってどのくらいなんだ？あ、確かに私も知らないかも。お前たちの寿命は私とリンクしている。は？私が現実世界で死んだ時、同時にお前たちも死ぬことになる。え、
ちょっと待ってくださいよ。それどういうことですか？私も納得がいかないぜ。お前たちはいわば、私の分身だからな。まさかベニクラゲのように、不老不死であってほしいと期待していたのか。クソ、どういうことなんだ一体。よくわからないけど、受け入れるしかなさそうよマリサ。なんかこの展開さっきも似たようなことがあったような。殴られたくなかったら、受け入れなさい。やっぱ先殴られてた。レイム、これを読んでくれ。なになに、チャンネル登録よろしくお願いしますって。私にこれ言わせるためにわざわざ読んだの。いやだって、恥ずかしいじゃん。私が言うと、押し付けがましく聞こえるだろ。別に聞こえないよ。この台本を私に読ませる方が、よっぽどまずいと思うよ。おい、そろそろ20秒経つぞ。じゃ、チャンネル登録よろしく。